さあ、M プロジェクトがやってまいりました。本日107番目でございます。ずいぶん前からですね、例えば101番目のところでは第一文型、そして103番目の動画では自動詞、そして他動詞の違いを説明させていただきました。で、今回は107番目でございますので、ちょっとプラスアルファですね、させていただきますと幸いでございます。さ、早速皆さんこの下の例文ご覧になっていただけると嬉しいかと思います。The sun rises in the east。 もちろん太陽は東から昇りますということでいいんですが、ちょっと皆さん見ていただきたいところあるんですね。で、皆さんもちろん、太陽は主語でいいと思います。そして rises 上がります。で、もちろん上がりますということですから、自動詞、他動詞の判別大丈夫ですね。上がったよと言われて何よってならなさそうですね。つまり何々おがつかなさそうということは、多分他動詞ではなさそうということは自動詞ということでよろしかったと思います。そして皆さん、 in the east は前置詞プラス名詞でございますので、皆さんこれも以前の動画でお伝えしてるんですが、ひとまず慣れるまではカッコして M と、つまり就職後ということでよろしかったと思います。さあ、この文章からですね、実は、押さえていただきたい、これを知っておくと、後々何か英文法の問題を解くときなんかには結構有効なんだけどなというところがございますので、それを皆さん共有させていただきます。さようでございます。まず皆さん、カッコ一番ですけども、自動詞を見たらそこでうにゃうにゃ。で、皆さんこの例文ちょっと見比べながら聞いていただきたいんですけども、もちろん太陽が昇ります、 SV で第一文型です。右側 M ですからね。ですから、第一文型 SV で、ここで皆さん文型終了しております。まあ、右側まで見たら、まあ確かに分かるっちゃ分かるんですけども、やはり後々のことを考えるとですね、自動詞を見たら、でも rises 自動詞を見たら、まあ記号書いてますけども、ここでですね、文型を終わらせるんだという意識を実は強く持っていただきたいんですね。ですからちょっと書いてみたいと思います。自動詞を見たらそこで文型が終了する、つまり文型が完結するということです。で、皆さん、自動詞の自っていうのは、実は自動詞、自分自らの力、自動詞は自らの力でこういうふうに言い換えることができます。文型を終わらせる力を持ってるんですね。ですから、自動詞を見たらもう一瞬でここで文型終了みたいな感じでリアクション、反応していただけると嬉しいかと思います。そして3番目ですね、文型が終了したらその後ろ、右側はこの辺りです。 in the east ですね。もちろん M になっております。ですから、文型が終了したら、ここで文型終了しますからね、後ろはもうすかさず M と判断していただけると嬉しいかと思います。と言いますのも、ちょっと経験おありの方、感じれるかなと思うんですけども、皆さん、ここで文型終了した。で、右側、これたまたまちょっと文章ありますけども、このあたりが空所になってですね、設問に絡む。ということが、よくあるんですね。ですから、その時に皆さん、ここに品詞何入れますかという問題が出た時に、ここで文型終了してるので、後ろは M だね。っていう反応ができると、M ってことは皆さん前置詞プラス名詞、もしくは副詞も OK でしたので、ですから、このあたりに入れられる品詞は前置詞プラス名詞と副詞、どっちかというふうに反応ができて、正解へかなりの確率でたどり着けると
いうようなことが起こりますので、ですので、ちょっとお勧めしたいんですね。ですから、自動詞を見たらそこで文型終了。で、そこで文型終了したら、後ろは M だ。というところをぜひ意識しておいていただけます。さあ、でございます。いきますかね。で、今回107番目でございますので、次回108番目では、もう一つ第一文型で注意していただきたい。そういう点がございますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。